昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。解散。どうしたの？すいません、ちょっと5番さんが接続切れだったんで申し訳ない。ちょっと5番が来るまで少々お待ちを。ナノヘイさん、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。あ、お願いします。じゃあ皆さんもう一度準備完了の方お願いします。はい、ありがとうございます。ナノヘイさんがね、新しく来たんで、もう一度ルール説明していきますね。ルール、テンプレート、チャットしようと2周目から考察チャット、雑談に立ったなしです。ですが、上からもらったギフトに対してのありがとうはありにします。はたまた、もし占い先、4番さんが占い師で占い先が聞こえなかった場合、まあ、ゲームのバグで聞こえなかった場合、それでまあ、ちょっと聞くぐらいだったらいいです。はい。配送条件は私が配送と言ってから配送するので配送ボタンを押さないでください。私が配送と言わずに配送になった場合は全部はいにしてください。役職外はありでいきますが、買った発言はしないでください。大丈夫ですか、ナノウェイさん、これで。あ、全部把握しました。あ、ありがとうございます。お願いします。ということでね、この村はね、楽しい村だと、楽しくね、やりたいんでね、誹謗中傷暴言とかね、ゲーム内での、まあ、人が嫌になるような発言。例えば、この村マジ無理だとか、こいつが村だったらマジ無理だとか。全然ゲームに関係ないようなね、暴言吐いた人は本当に良くないと思ってます。道徳習ってくださいって思ってますんで、皆さん楽しくやりましょう。ごめん。ってことでね、はい、やっていきます。イェイ、スタート。役職を選びください。村人の方が選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。リスナーさん考察できるでしょう。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。はい、皆さんこんばんは。YouTube テレさんリンク行きやすくなるんで高評価もしてもらえると助かります。曲だからね。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。ナナリーパンです。よろしくお願いします。占い師です。ランダム4しろ、ランダム4しろ、把握してください。どうして潜伏しなかったとか、そういう上げ足は取ってこなくていい。初心でも締め取る自信があるから出ました。で、霊能者に限っては1周目に出てきてください。騎士は一生潜伏でいいです。出てきゃ出てきてもいいけど、潜伏でいいです。それはな、相方がな、出てきてって言うけど、まあ出てこなくていい。相手は破綻できないんだよね。騎士が分かんないから。相方？俺真の占い師だから、騎士なんか占ったりはしない。発言でどこにいるか分かるから。うん。で、まあナナリーパンの思考会議、相方って言ったのも失礼だね。まあ太鼓を殴るじゃなくて、まあグレーセイさんもしていきたいなとか思っております。で、上げ足とか取ってくると思うから、村の人は失言とかしないでね。2番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。7番さんランダム師です。7番さんランダムで指導です。お願いします。まあ、太鼓一番の共同精査は正直わかんないんで、まあ、分かったにしないようかなくらいです。まあ、僕は太鼓一番と違って、発言からは別にきちんとわかんないんで、できれば出てきてほしいっていうのが本音ですね。はい。感じかな。だってどうせ人外がそこに来るって、例えばそこから騎士潮があったところで、人外が例えば太鼓使用した場合って、この村って破綻でも何でもないから、まあ、普通にできてほしいなっていうのもね。はい。かな。霊媒は1周目から3から9に絶対いるんで、1が最終段に限って3から9に絶対いるんで、口頭でできてくれると嬉しいなくらいですね。はい。いうことを正解しかない。7白です、7白。3番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特に必要ないです。いきなり1番2番が占いを受賞してるんですが、まあ、どっちが真とかは全然わかんないですね。別に発言からどっちが真っぽいとかもないからぐらい。なんか僕から言いたいのは、初週って60秒しかなくて2週目って100秒しかないから、全員に触れるのは難しいと思うから、自分が怪しいと思ったところだけでもいいからちゃんと精査してほしいかなっていうところかな。別にそれで何万に触れなかったから怪しいとか、何万と LINE があるじゃないかとかって精査する側の方が俺は怪しく見るから、ね、言ってること伝わるかな。ただ意見が同じ人間が2人いるのに片方にしか触れないとかだったら怪しく見えるけど、触れるべきところにはちゃんと触れてほしいけれどもぐらいですかね。1番2番に関しては分かんない。どっちもあんまりしっくりきてないですね。4番のプレイヤーが発言します。あれ、3番さんとまあ最後は印象同じかな。俺もしっくりきてなくて、一番さんって相方って言った時点でこれ狼だったんじゃないかな。相方っていう表現、シングル内視でするかなと思ったから、一番さん狼あるかなと思ってる。で、二番さんそれ拾ってないんよね。しかも騎士出そうとしてるし。あの、騎士神ってもう神市提供して神考察もできないし、俺無理やりがないと思うから、それも二番さんの結構黒いかなと思うんで、三番さんが、あの、真偽つかないっていうか、両方なんか偽っぽいっていうか、そんな感じ言ったのはちょっと3とその辺合うかなと現状思ってます。まあ、どっちかっていうと、やっぱ1番さんの方が偽っぽいかな。相方って言ったのが。5番のプレイヤーが発言します。あ、おはようございます。しおないです。よろしくお願いします。まあ、相方って言ったのは、俺はまあそんなに気にしてないんだけど、どっちかっていうと、騎士の位置が分かるっていうのが、俺はなんか、微妙だなっていうふうに思ってて、まあ、騎士じゃない位置が分かるっていう発言だったら、まあ、分かるんですよね。騎士の位置が分かるっていうのは、それは不自然なことだと思っていて、その騎士が潜伏している場合って、他人から分からないように潜伏しているわけだから、基本的に俺は、なんていうか、まあ、発言からこの人騎士だなって思えることって、俺はそういうパターンって少ないと思っちゃうから、どっちかっていうと占い師の思考だったら騎士じゃない位置が分かるっていう風な思考が先に来ると思ってるから、そこの発言が違和感だった。あと3番は結構臭いと思ってて、1番2番になんか不満があるんだったら、そこの要素っていうのを落としたらよかった。1番2番どっちもなんかしっくりきてないっていう、なんかそういう意見があるんだったら、そのなんか理由を言えばと思っちゃいました。6番のプレイヤーが発言します。はい、5番さんいいなって思ったかな。5番さんいいなって思ったかな。俺も別に1番さんが相方って言ったのは気にしてない。うん、あと3番さん臭いなって思う視点はいいかなと。あの、ちょっと視点は視点、つっつく場所は違うんだけど、3番さんが言った進行論って言わない方がいい進行論なんだよ。あの、人外って相方のことを触れるの難しいから、触れなくていいんだったらなるべく触れないで進めたいしね。3番さんの進行論は、いや、わかるんだけど、言わなくていい進行論だから、まあ進行論で叩くのどうかなって言われるかもしれんけど、そんな感じかな。まあ1、2に関しては分かっていません。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番、村人陣営です。よろしくお願いします。ってことでね、まあ、6番さんも言ってたけど、5番さんいいなと僕も思いました。印象はいいなと思いましたね。いやでも、その5番さんがその3番さんに指摘した、まあ、その1、2が臭いと思う部分を上げたらよかったじゃないかって部分を4番さんが言えなかった。うん、4番さんはただ3番さんに、その3番さんがその1、2どっちかわからないって、まあ、いうことを言ってたわけであって、まあ、それに対してただ便乗しただけだったから、3番さんがなんで1、2叩いてないの、叩いてないのっていうか、1、2の怪しい部分上げてないのって4番さんが言えなかったのはちょっと臭いなと思ったから、うん。1の白先である4番が結構それって怪しくなんじゃないかなと思ったから、ワンチャン1、4がこうあるんじゃないかってちょっと思っちゃったかな。うん、で、まあ正直1、2は
俺も全然ついてないかな。どっちかは分からないって感じです。で、そんな感じですね、今のところは。じゃあ2周目頑張ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。3番さんのところで1、2の審査なんか、精査なんかつかないんで、そこ叩いてるとこ不当かなと思って、あと5番さんなんで3番と4番は、1、2の、精査がつかない。理由を、4番は理由を言ってるから3番を叩いたってことかな。あ、それなら、まあいいか。あー、そうだな。まあけど、精査つかないでしょ、3番の時点で。だからそこを叩いてきてるところがあれかなと思って。けど6は進行論で叩いてたんだね。どうだろうな。あ、3番さん2周目、5、6、もう一回聞きますね。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。自分村人演出者。そうですね。まあやっぱ一番気になったのは1番さんの視点ですかね。はい。まあ棋士の位置がわかるって言ったとこだっけな。5番さんあたりで言ってたね。はい、だから5番さんっていうのは普通に印象いいかなと思ってます。で、6番さんも同じこと言ってて、まあ、ちょっとすり寄りにも見えたけど、まあ印象はいいかなと思ってます。はい。そうですね。で、7番さんの、まあ、思考で、まあ、1、4っていうライン見えてたけど、まあ俺も全然そこ繋がると思ってて、はい。そうですね。で言いますと、まあ1は、締めは下がってます。はい。何にそんな自信あんのかなって普通に思ってました。はい。そうですね。あと、霊能って出た方がいいんじゃないですかって思いました。はい。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい。うん、3が4しろね。OK。3、4になったけど、5と9から釣ったのかなと思った。それに関しては、棋士のことに触れたから、5番と9番が棋士でもないのに棋士のことに触れるんだ。そこを狼は噛んでくるんだよ。わかんねえのか？で、1、4って結んだ ?9 番どう結ぶんだ ?4 番は1番かばうだろ、普通だったら。もう1、2セって言い切っとるとこがもう切れとるだろ。はい、一番締めないとこから釣ってください。あのね、あ、7、2番釣っても白しか落ちないからね、言っとくけどね。バイバイ。2番のプレイヤーが発言します。はい、1巨人、3狼、ライカタ、8番、9番、どちらかでほぼ8番かなと思ってます。まあ、8番が単純に発言がおかしいのは、8番が5番の駒に行った要素って、5番、6番が言ってるのって、3番ってじゃあ1番、2番に対してしっくり来ないんだったら、しっくり来ないんだったらその要素を上げろって言ってるんですね。だから8番が言ってる5番の駒への指摘ってめちゃくちゃ不当なんですね。まあ、9番の単純発言が怪しいけど、9番、俺ね、7番白出てきて、7番の発言って結構村目線だと、客観視して白見えてない人からしたら結構怪しい発言してると思うんだよ。7番の上げた4番殴りって、4番がだって、3番に対してその指摘をしないからそれだけで怪しいって、そんな怪しい要素にはならないから、客観視点でなんか、7に対しての精査って結構あると思うから、なんか、9が4の、4が黒くて1、4がありそうだから1の死んでが下がりって、なんか、あんまりしっくりこない精査してるなと思うけど、5番が一番この前まっとうな精査してるなと思いましたくらいかな。で、4番は囲われてないかなと思っていて、3狼今1巨人で見ていて、3狼1巨人だったとき、3狼だったときって3番がわざわざ使用する必要性あまりないかなと思うのと、まあ、4がわざわざ誰も拾ってないその1番、2番、3番まで拾ってない要素で、4番が狼で1番がそういう発言をしたっていうのをわざわざ拾い上げて1番の意思を下げる必要性があまりないかなと思っているから、
山を囲われてなくて5番単体が別に違和感なくて8番9番に違和感があるから8番か9番で、まあ、3教科目だった時でも1番4が怪しいって言っていて9番が4が怪しいって言って3が4後ろ出すかって言われると微妙だから3教だとあんま連携取れてないなと思うから現状3、8教科目1教でいいかなと思ってます。はい、3つってください。3番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏してました。4番白です。潜伏した理由に関しては、まあ、1番2番で出てることから、別に1番2番が霊能で占い自称して占い自覚させるために霊能で出てる可能、あ、占いで出てる可能性もあるし、単純に4週4目に自分が出てくればめちゃめちゃ新目勝ち取れるなと思ったから潜伏してましたね。はい、で1週目の段階では1番狼2番狂人2番狂人で岸出ししてる仕事しようとしてるのかなって思ったけども、2週目の生存欲から1番狂人2番狼の線が濃いのかなって思って、で僕は相方は5なのかなって思ってますね。5か7だと思ってますよ。5番視点でじゃあ3人、僕は自分は真の占い師だから1人の精査なんてどうでもいいね、どっちも偽物だから。であるならば5番が3枚に対してそう指摘するのであれば、4番のように1番2枚に対して精査をつけた上でどっちの方が偽っぽいから、じゃあ3番はどっちとつながりそうだっていう精査をするべきだと思うから、それつなげなかったところが5番臭いなって思ったかな。7番に関しては言ってることがよくわからんから2番狼軸で 27で囲ってる可能性もあるし、2番5番なのかなとも思ってるかな。5番の3度だけは不当でしかないと思ってるよぐらいっすかね、現状見えてるのは。なんで今日は僕は2番から行こうと思ってるかな。まあ、どういう進行を取るかは6番に任せますね。新切りでいくのか、狼狙うのか。僕は2番が狼、1番教授に提出します。はい。4番のプレイヤーが発言します。まあ、3番さん、そう焦んなくていいでしょ。もう3番さん、新決め打ちでいいでしょ。フラグも打ってたし、1、2、両方怪しいって言ってるフラグ持ってるから占い師だと思うよ。でも、1番さんが真だったらちょっと無理でしょ。20秒も余らして。絶対新占い師って釣られちゃいけないし、あの相方っていう発言を残してることから、もう今日は1釣りで2、3どっちかに芯がいると思うけど、まあ3が芯かなと思ってる。で2番さんの8を狼を視点がおかしくて、8が狼なら3切る方が絶対いいと思う。みんな3怪しんでて8が3をちょっと怪しまないの、逆に怪しまれるから、8を狼を時点で2もやっぱ怪しい。8が、あの、3、8オオカミなら8が占い師をして、どっか適当に白を打って3かばいに行った方がいいから、俺は3、8はないね。まあ3神だと思ってる。で、俺は2、7神路1強かなと思ってる。一番その発言短いのって多分釣られに来た強だと思ってるから、2、7神路1強かな。5番さんの3番さんに対する指摘はすごく良かったんで、5はない。まあ、9番さんが最後にちょっとね、霊能者出てっていうだけでグレー星さん薄かったのはちょっと気になるぐらいかな。27人狼1強、まあ、新切りで1番さんからでいいんじゃない ?2 番さん俺占いでいいんじゃないかな。5番のプレイヤーが発言します。俺はほとんどこの時点で4番人狼じゃない。4番人狼の場合って、どうなるかっていうと、1と3が人狼と狂人っていうことになります。で、1番が人狼、3番が狂人と聞いて、3番は3人目に、占い師をして、まあ、占い師の白先である4番に対して白を重ねる行為っていうのは狂人っぽくない。あと、どっちかっていうと、霊能者 CO に持っていった方が俺はいい気がした。かな。あと3番人狼の場合でもね、1番から3番4番人狼の場合って1番狂人透けてるから、3番別に釣られても1番2番の占いローラーに持っていけばいいと思ってるから、それもないと思っちゃうから4か白1に入ってると思ってる。だから人狼789のとこかかな。俺2番から釣っていいと思います。はい、別に2番は4番占うなんていうか、必要性をもう俺は感じないと思ってるんで。で2から黒落ちた場合って、まあ4番完全に白1になるんで、それでいいかなと思ってます。はい、
まあ、3番1番かどっちもあんまり言ってることは分かんないですけどね。はい、まあ、そんな感じかな。希望では2番ですかね。はい、まあ、そんなところです。以上。6番のプレイヤーが発言します。まあ、あのみんな好きなとこ行ってください。一強二進三浪だと思ってますね。あの知らんけど、三ってさ、潜伏して占い師で出るんだったら一周目の発言で一人からも黒要素というか叩かれる要素を言っちゃ絶対いけないと思ってる。絶対いけないと思ってるよ。僕みたいに、あ、こんなん釣り逃れっていうか、もうどうせ2-1番目になったら釣り入って出てきたって思われ、俺は思うね。でもみんな好きに言ってください。1が絶対偽だと思うから、1が絶対偽だと思うから1から言ってもいいと思うけど、1は1番が言ってる通り白しか出ないと思う多分。兄さんだったら3の方が6っぽいけどなと思うけど、まあ俺の精査変って自覚あるんで、あのみんな好きに言ったらいいんじゃないでしょうか。こんな感じかな。俺は思うよ、潜伏するんであれば絶対に叩かれちゃいけない。嫌いな人いるからね。まあ確かに3もあるけど、潜伏した理由はちょっと矛盾してました。ああ、もう時間ないからあれだけど。7番。メリットデメリットあるからね、潜伏は。そうっすね。まあでも場面だけで言ったら3番さんが、3番が一番ね、白くなるんだけどね。一番芯あると思うけど、俺も普通に2-3進路で出てると思って、1強人だと思ってるから。で、その、なんだ、2番さんが、まあ、城崎の俺に触れて、俺の怪しい部分をなんかみんなに伝えてたけど、それって、何、あなたは俺を強人で見てるの？そしたら1番を強人って言ってたのはどうなのと思ったから、俺今回2番から釣っていいと思ってる。なんでみんな目線では俺を怪しく思わないのって思ったら2番、その2番の言い方がなかなかおかしいなと思ったから、俺は今回2番からっていいと思ってます。で、まあ、もし3ローだった場合って8パターンじゃないかなと思ってるかな。8、1周目でただ3かばっただけで他に何も言ってないからって思って。まあ3かたいかなと思って。で、5はローないなと思ったのは、5がローないと思った理由は、まあ、1、2、3、どれも叩いてるし、まあ別にライン切りだと思えないから、5はちょっと一回弾いていいと思ってる、グレーの中でも。だからまあ、どうせ今日占い師行くけど、俺占い師行くんだったら私は2番3から行きますね。はい。で、そうね。まあ2でロー落ちた場合、2と繋がる位置がちょっとまだ分かってないけど、まあ、まだわかんないから、とりあえず2でローが落ちたら考えるけど、落ちなかった場合は3を落としに行きますね。はい。以上。8番のプレイヤーが発言します。7番さんはグレー精査で8が怪しいんだから、2-8ローローっていう目線に立たないですかね。2番は8番怪しんでますけどね、かなり。で、7番さんの目線がおかしくて、今も。で、初日に1-4のローローを追ってたけど、1-4がローローだった場合って、4側の1の出現なんか拾わないと思ってるんで、7番さん怪しいですね。はい。結局、1番、俺が狼だった場合、1番新芽の高い3番をかばう必要性は全くないですね。はい。で、5番さんは1-3なんか言ってることわかんないけど、2番から行くっていうのもおかしいし、で、9番さんは釣り位置上げなかったところも怪しいし、まあ4村置きして、まあ1-2-3ロラしてっていう進行でいいと思いますけどね。3番の言ってた1番強人に狼、生存意欲が2番強あるって言ったのも納得いくしね。おぼおぼさんが死んだと思ってますよ。けど1番が強人の、2周目で強人のふりした狼っていうのもあんのかな。
まあ、3を最後に残して1、2から釣っていきたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。八幡さんが最後に言ってた強靭なふりした狼っていうのは僕もそう、僕はそう思ってて、まあ、一番さんがローで、それを助けに来た三番さん強靭だと僕は思っています。はい。で、二番さん新置きしてます。はい。まあ、新置きっていうか、まあ、二さんで、まあちゃんとした、まあ、確定ではないんですけど、まあ、2シーンだと思ってます。はい。まあ、今のところ、1ローを2、シーン、3強陣だと思ってます。で、そこで、まあ、1っていうのは、まあ、人外じゃないですか。なのに、そこを釣り寄せなかったら、僕は5、7っていうのが気になってます。はい。でも、7番さんっていうのは、2番さんの白先で、で、2、7って言われて、まあ、2、7っていうコースが多かったじゃないですか。で、中で7番さんが2を釣りたいって言ってきたのは、まあ、結構意外でした。なので、僕はもう5番さん怪しいかなって思ってます。はい。だから俺はもう、記号で繋がるのかなって思ってます。まあ。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。人外側に言うけど、眠りのタクマ Z を残したら多分勝てると思う。こいつは思考ロックロボットお化けだからね、きっと勝てると思うよ。人外の力になると思う。うん。一番が真の占い師で四白なんだけどね、一応強人だと思って一釣っとるけんな。おかしいだろ。絶対おかしいだろ。でね、3番が、初週な5と6に叩かれてるわけよ。その中、4番は3のこと印象いいって言ったのね。で、2週目、3出てきたろ。都合よく出てきた狼であるよ。うん。どうして3が1と2を怪しむ視点があったから3が真になるわけ ?3 は狼です。1、真です。2、強です。で、9の考察が頭に全く入ってこなかった。で5番の視点もよくわからなかった。はい。35、39で提出します。よろしくお願いします。はい。3番が死んだと思うんだったら一生残してください。うん。せっかくランダムで4しろって出たのに、もうこんな思考6ロボットお化けがいたらね、無理だよ。村は勝てねえよ。勝てねえ。もう3決め打っていいんじゃないの？ほんならね、決め打とうか。うん。無理だよ。無理。うん、無理無理。夜が更けました。人狼に気をつけてください。若干ヒロちゃんになってきてるような気がする。なんかヒロちゃん化してきつつあるな。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4、5番のプレイヤーが発言します。一章、はい、8黒小原町、2番が8黒、分かりました。で、9番さん騎士ですね。で、4番さん死亡。一応2番に行こうとした理由説明しとこうか。俺1つっても白しか出ないと思ってました。あと、2番つって黒結果だった場合は別にそれでいいですよね。で、2番つって白だった場合ってパターンが2個あって、2番強靭かつ、2番が、真。で、2番強靭の時って、7番発言で2番行きますって言ってるから、
7の囲いは俺は見えない。どっちかっていうと別になんていうか、7が、人狼だった場合って2以外の1、1、3に、新占い師がいるの見えてて、そこの相方じゃないかもしれないから、そっちに釣り誘導をかければいいと思ってるからね。だから、その思考がよく、ごめん、だから 2つって強人だった場合って、7の囲いも見えない。だから8、9まで絞れる。2つって新占い師だった場合は、まあ、これも白結果だったら、結果的に7が弾けるから、だから白結果見た時点で7まで弾けると思ってたから、結局なんていうか、俺は2つって8、9まで絞れると思ってたから、2つるのが俺は正解格だと思ってましたよ。まあそんなとこかな。はい。7白。なるほど。はい。いや、これでもつれ込んだね。これもう分かんないと思うよ。はい。終わります。6番のプレイヤーが発言します。これ3号じゃない。1番さん合ってるよ、これ。多分3号だよ、3号。3号だと思う。うん、5番さんって3番さんから、2番の相方として、まあ、筆頭で挙げられてるんだけど、それに対して何とも思わんのかい、ね、7白か、うん、あと3番さんってまあ蒸し返すけど蒸し返すけどまあ俺が違ってたらごめんね。潜伏した理由で 2C をすでに出ていてレースラとかがあった場合占い一画させようとして動いているのかなって言ってたけど、いやそれ6番さんを守るために3番さん自身が占いだから別に占い一画し、まあ、なんかまあなんかそんなこと言ってた。まあ俺が頭悪いからさ、まあよかったよかった。今日さ、黒結果落ちてたらさ、今日守られてさ、その後もう俺の仕事、お役ごめんだからさ、こんな考察してたら生き残らせちゃう。うん。今日は、ね、噛まれるから。まあ、3号って残しとくわ、お土産として。以上。7番のプレイヤーが発言します。なるほど。3号をお土産で残してくれたと。3号お土産。1C の時は7黒あるけどね。3番が偽だったら別に俺に黒打ってもいいんじゃねえかって思ったけどね。この盤面だったら。で、6が言ってたね。3号ローローじゃないか。って言った場合って、まあ2が強ってことか。難しいな、そうなると。1が強であってほしいけど、ね、でも遺言では1が死んでしか見えなかった。まあでもこのまま。自身の3強だったら最悪やね。俺1回3残してもいいと思ってんだよな。3残してもいいと思ってるけど、正直2が死んだったら怖いな。なんか7喜んでないこれ。まあ2、3は。7ちょっと喜んでないですかね、これ。まあこれで。グレーも狭まったわけだし、もうグレーがあと58しかいないわけでしょ。58かどっちかローだったって言ったら俺この方がどうかなって思うけど、8最初怪しいって言ったけど、俺8がなんか何、俺がグレーで怪しくなるんだったら2発繋がんじゃないのって言ったのは、俺は3がローだった場合8が繋がると思ったって言っただけであって、まあそれはなんか、なんか取り違えたのかなって思ったけど、まあそこはあんま触れないでしょ。だから、まあ正直、2、3の力がいくって言ったら正直まだわかんないから、2、3のね、発言も聞いて決めるけど、まあ、人気でいいんじゃないですか、2、3の。2つって3が、はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。3目線5しかないんか、まあ。1番3が死んじゃなかった場合は、3死んで、2が狼ですね。うん、2の相方。5だろう。9番さん騎士だね。あれ5番さん目線ってもう3、8になるんじゃないの、一応強人と置いた場合って。いや8オオカミで俺噛まないと思うんだけどな。困ったな。
旧騎士だもんね。まあ、ちょっと待ってよ。3番が七白。うん、二七六ありそうだね。5だね。俺追ってたもんね、二七六。三が死んだった場合もう五だな。三強なんだらやるね。二五か。けどね、三が強なら。二五ロロ三進一強だね。はい。けど。三が強じゃん。五って二に入れてんだな、初日。うん、1に投票集まると思って2に行ったんかな。あ、9番。まあ3が強靭なら2に行くのは分かるね。2の方が締め高いから。はい、よろしくお願いします。3に入れます。僕3号ロールだと思いました。まあ投票先見て、まあ2番さんの相方位置っていうのはまあないのかなって思います。まあ7番さんと5番さんは、まあ2番さんに入れていて、あの、これの8番さんっていうのは、2番さんが8番さんに、2番さんが8番さんか、8番さんに黒を打ちました。もう3号ロールしかないです。はい。まあ1番さんがどっちなのか気になりますね。まあ遺言ではかなり進歩かったなと思って、ちょっと俺、謝んなきゃなって思いました。以上です。2番のプレイヤーが発言します。いやマジで一番謝らなくていいし、一番人が一番強人3オオカミだ、3、8オオカミだから、あのもうしっかりしてみろ。あの3オオカミで追ってんだったら、じゃあ3つって5つってよ。俺死んだから一番で強人落ちてるから、3つって5つっても、まあ、3はオオカミだけど5番は村だから、8番の黒いやつはね、まず8番、3、8オオカミ昨日めっちゃ見えたのが、8番って結局、まあ3死んで置くのはいいんだよ、8番死んで。じゃあ2、1どっちからすかするって1番に投票してるわけね。村目線でなんか俺がなんか2接されていて、謎の3の死に決め打ちとかなんかやばいこと言ってるやつばっかで、なんか5も2から落とすって村でだけ言ってたけど、8番1から落とした方が楽なんだよね、3、8ロだから。2から落とした場合って2の白結果が落ちて、3のオオカミまで透けちゃうから、3、8オオカミ視点って1から落とさないと勝ち筋ないのね。2から落ちたら3の狼まで透けちゃうから、だから8は1投票を促したのがめちゃくちゃ臭いなと思ったのと、まあ 8×9 で迷って8は迷って黒だった昨日言ったんだけど、なんで俺こんなに接されてるのかよく分かんないんだけど、8はめっちゃ黒くないって思うんだけど、今日の8も8視点でだって9の乗っ取りあって別に4回目入ってるわけだからあるわけだし、8視点でなんか2号ロロの視点まで落とすの遅くなかった？8視点ってほぼ3進で2号狼でしかないじゃん。2が強人だった時って8番みたいなグレーのとこに黒打ちできないし、7が言っていた3が2世代は7に黒打てばいいってけど、一番 3番狼視点で7番の騎士だっただけから、7黒打って7から騎士終わったら、まあわかんない。対抗が出ればいいかもしれないけど、まあ黒打てなかったんじゃない？ビビって。って感じかな。はい。まあ3号ロロ打てんだったら普通に3つって15つってよ。俺目線7は持ってるし。1の強靭落ちてるから3つって5つっても7は余るから、その後8番つってください、はい、3番のプレイヤーが発言します。はい、7番占って7番白でした。あの6番さんに言っておくけど、まあもうそれはいいや、まあ、俺が偽に見られるのは。2番の発言聞くまでは俺2号ロロ1強でしかないと思ってたんだけど、4神入ってで2番が3つって5つってよって言ってるから、急の騎士乗っ取りワンチャンあんじゃねって今思っちゃってて、わかんないんだよね。5番もだってさ、2の相方だったら視点追いついてないのが変だなって思ってたんだよ。で8番は2が8の黒囲いっていうのは見づらいから、もう8はほぼ白で見てて、で僕から見えるのは2号なんだけど、9が騎士だった時で3つって5つっていいって言うんでしょ。なんだかなって思ってるかな。わかんない。だから、急の騎士乗っ取りまで追わないといけない状況に追い込まれてる、僕は。で6番、うん、もうそれはいいや。もういいです。はい。もう負けたら負けたで。いいです。はい、それはね。はい。2号で見てるけど、2級も追わないといけないなっていう感じかな。
ぐらいですかね。6番は村のみんなが僕に入れてないんだから、自分の過ちに早く気づいた方がいいですよとだけは言っておきますね。はい。まあ、とりあえず2番釣ってください。僕はもう一日占う必要があると思ってますよ。いやー、これ三が強でだったら強いね。いや、1番20秒も余らせてし、芯はないでしょう。うわ、297。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。はい。まあ、3つって8つってくださいね。もう俺つらいだから5つって負けるからね。明日から3番釣って、最終日8番釣らないと負けます、この間。はい。なんで俺言ってんの ?3 号神で4だったら、じゃあ3釣って5入れろって思うけど。まあいいや。3視点でなんか2号神で、なんか2強神見る視点が、俺がなんか3釣ってあと5釣ってもいいよっていうのが2号神の否定なの ?3 視点。普通に客観視しておかしくない ?3 視点で別に2号神だったら別にさ、3釣って5釣っても2番の狼残れば普通に、8釣れたら勝ちなんだから、それで2号神否定できる3の視点おかしくない？ってかね、まあ3番がなんか潜伏するって言ってからね、3番が潜伏する意味ってあんの？だって2-1でさ、強狼、まあほぼ偽が2人出てる状況下で3番が潜伏するミットって何なの？ 4 神話になる懸念があるって言ってるけど、4神話がほぼならないでしょって話だし、普通に3、2神話出てんだからさっさと出るよって3が死んだったら、あれじゃない？かなぁ。まあ、8番のクラスはさっき言ったけど、8視点でほぼ25なのに、まあ、2号神の視点落とすのもそういうのと、8視点で9番の騎士のって思われるのもそこはないところか。はい。感じて8してください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。2ゴロロ。1強三振かな。確かに7黒いけど。一の芯を終える三強人なら霊能に出るくない夜が明けました昨夜は一名の方が亡くなりました9番3番のプレイヤーが発言します二の結果見せるんやよかったっす。ニクロなんでしょ？どういうこと？なんでニクロ見せたの？あの、五白なんで八番釣って終わりです。はい。五白なんで八番釣って終わりです。なんで八番は六番噛まなかったの？どういうこと？どういうこと？どういうこと？一神の世界を追わせたいってこと？三番強人で？黒囲い？あ、そういうことね。いや。一神だから、あ、五も七もどっちもあるよってことね。これ俺に次の色を持ってこうとしてる。いや、それはきつくない？これ二の色見せるって一番得の七だからな。二黒見せるのはやばいでしょ。六番さん、二黒ですよ。僕の視点はバッチリ合ってましたよ。で、五番白はびっくりしたけどね。二八の黒囲いでした。七と五は怪しんでたけど、八番でしたね。だから3-8に繋げてたのか。何も言うことないよ、俺。3で終わるんかな。残したのはミスじゃないって思うけど、普通に。急の騎士乗っ取りも追わせられたしね。いや、もしろって言ったよ。6、噛むべきだったんじゃないですかって8番さんには言っときますね。8つって終わります。もう5番さんも7番さんも8番いけるでしょ、これ。でも僕が強人だったとしても、僕釣らなくていいからね。ニクロ落ちてるから。あ、新ロールこれ新ロールあるから。8つって終わります。以上でいいです。5番。新ロールは7が強だよ。そうですか、わかりました。なんかでも、キモいなと思っちゃう、なんか盤面が。だって、9の、乗っ取り追ってるプレイヤーって少なからずいたと思うから。そこわざわざ噛んで、その可能性っていうのを否定して、で、8黒。で、2の色結果見せてるっていう状況でしょ。へぇー。3ってから8いきます。 2と3どこ、2どこ入れたじゃん、1。
3つる意味になるんだ。2、1入れてんだ。終わらなければ。いや、2、3、ローロだったら2は3に入れないと勝てないから。うん、ちょっと待って。1進で、2が、強靭か人狼で8来るで、3が、これ7狼とか、うん、なんか変な満点な気がするけどな、俺は。まあほとんど、俺は1進ではないと思ってるから、7が白に入ってくると思ってるんだけど、いやーなんか気持ち悪い、なんか3釣った方が俺はいい気がするけど、まあほとんどいいかも。うまあいや、6の指示に任せます。6番のプレイヤーが発言します。これ6の指示に任せる村いるの？6の指示に任せる村なんていないでしょ、どう考えたって。これはこれはね、わかりますか、5番さん、5番さん、25オオカミですよ。25オオカミ。25。3番さんっていうのは、まあ1番さんが白結構してるから、2番さんがオオカミっていうのが分かってて、で、2番さんがね、オオカミで8番さん相方でね、黒打つわけないと思っているから、どこでもいいんですよ。あの、8黒になるようにすれば。まあまあ、3番さんはもう7番さんに白打ってるから、わかりますかね。で、今日もう8黒だと思ってる人はもう3行く必要ない。8って。まだ27252727もあるからね、27もね。うん。28やるか？やるか？やるか？いやー、俺はでも今、6番さんに任せた5番さんって怪しかったな。6番さんってそんな精査できてないぞ。できてないぞ。今日8行く人は8行ったら、俺は、みんなまだ喋った方がいいんじゃない？ 3 番、3番行ってみんなで、まだ会話した方がいいんじゃない？で、なんか7が一番白くなるよな。発言します。3番落とすか。別に3番が強靭で、あ、そうか、3番が強靭だった場合 PP もあんのか。これで8、5外した場合、あ、じゃあ3落としでいいんじゃない。安定で3落としいって、3落としいって、まあ、5、8また考えるけど、いやもう勝負いく？もう勝負しちゃう？ 8 番で三振進行して。ああ、27人の3強だったらうめえな、これ3番。5がなんで8しっかりいけなかったか。ハイリスク犯して占い出たか。ちょっと臭くなんだよな。ああ。でも2が黒だった場合、この盤面で8を黒囲いするかって思うけどね、俺は。こう落とせ、三強進行して、もう落とせ。怪しい。いやもうなんか勝負に出たい、俺は。もう勝負出たいから、5、8でいいと思ってる。もう3番はもう1回ほっとこう。もう8行こう。ちょっとそう考えると、俺がすごいなんか悪いように見られるけど、5、8どっちかで行きましょう。正直俺3落としたところで、わかんないからね。どうせ俺か6番かまれるし。ああ、3ローン7強もあるんかな。わかんないから。あ、まあいいや。3落として58で殴り合ってもらおう。うん。58でもう黒レス落としまくってください。まあそれでもうやばかった方にもうやります。なんで今回は3落とします。安定でいきましょう。8番のプレイヤーが発言します。いやー、これ7も臭くなったな。はい。いや、もう3番進かと思ったら強靭ですね。2黒なんでしょう。うん、一進二黒三強、もしくは一進二三ロロけど、五七が三番行くって言ってることから強靭いないだろうから、進ロロだった場合はもう三番行って勝ちですね。あー、四が騎士で九が強靭とかないのかね。まあ、とりあえず三番行ってもらわないと、3番が強かローかわかんないけど、進路ローだった場合ローで終わりでしょ。
強靭だった場合、5、7どっちかがラストウルフで、俺釣られたら PP になるから、3番行ってもらわないと負けですね。はい。あー、1進かよ。一番楽しい。一番死んで相方って言うかな。終わったら一番いいけど、が終了しました。2が1いってるからないよね。死んどろ。プレイヤーは3番の遺言を発表してください。2が2だったら2、3入れるよな。なんでさ、なんでさ大丈夫かこの村って本当に思うけどね。6番さんは本当にしっかりしてしまうけど、どうせ噛まれるんだろうけど、わからない。もう6番とっち狂ってるから6番残されるかもしれないけど、3番って新郎位置じゃなかったの。新郎ロケアで釣るんだったらわかるよ。3番強靭になるのが全くわからない。6番の言うように、じゃあ僕が真の占い師であるのであれば、村視点で1ミリも怪しまれる視点を持たない、持たれてはいけないというのであればね。そうでしょ、6番そうやって言ってたよね。であるとするならば、この現状僕が釣られたから僕の狼 100% ないでしょ。僕が強靭でわざわざ狼が出てるって分かってるのに、占い使用して占いになんでご主人が出てるかもしれないのに、そこに縄を使わせようとするんですか。だったら僕は霊能使用して霊能2枚でロラッとさせてから占い決め打ちさせた方が強くない。俺がそんなに村から怪しまれる視点を持って出てきてるんだったらね。なぜ占い使用するの。ここで僕の真にたどり着けない村はもうやばいと思ってるけど。まあ三番さんは真面目なんだけど、なんだか黒い。もう28の黒囲いなんで、2黒見せてることからそうじゃん。だから28の黒囲いなんてないでしょって見せたい28なんですよ。わかるかな。まあ6か7が噛まれると思ってるから、まあ、しっかり明日8行ってくださいね。夜が更けました。いやいや、噛みなしするやろ。気をつけてください。なあ、噛みなしするやろ。いや、噛みなしじゃない。昨夜は誰も知りませんでした。これは屈辱の霊能者。発言します。マジか、そういうことね。そういうことね、神なしです。そういうことね。ごめん6番さん、俺8位か。3が強靭だった、うん、うますぎるわ。確かに3番の今日は追えないわ。俺考えとけばよかったちゃんと。うん、ごめん、8行くわ、俺。まあ、これで外したら本当に申し訳ないかな。まあ、8も村だったら申し訳ないと思ってるけど。俺もう8から変えないっす。はい。8行きます、私。8行って、5画廊だったら、まあ、どんまい。あ、待って、でも、俺8行くって言ってるけど、まあ、一応5、8の殴り合いを見たい、俺は。うん。5、8の殴り合い見たい。うん。一応それでもう一回決め直すかもしれない。でも、俺は、もう8は硬いと思ってる。うん。いやもう3番がそう言ったから俺はもうなんか8しかいけねえよ。うん。8しかいけん。だから、さすがに面白いね。ロイロイなのだるいから、俺は言っときます。8いきます。強靭強かった。まあ一応5、8の。やっぱ人狼ゲーム。寝返ったらごめんね。5に。まあとりあえず5、8で殴り合ってください。バッチバチに。8番。のプレイヤーが発言します。はい。いや俺目線7番さんも全然ありますけどね。なんか5、8殴り合ってくださいとか言ってるけど初日か濃いかな2、7。あーだって1、4でつなげたところ初日おかしいもんね。
一応狼で追ってる視点が7番が消せないんだよな。1番が相方っていうところをわざわざ4番が拾わないし、そこを指摘してる7番の視点がおかしいし、57だったら7の方が怪しいよな。さあ面白くなってまいりました。どっちやろう。どっちだ。最初5番さんなんどっちは怪しんでるんやろ。けど1のシーン見れないとか言ってたからね、5番さんも。もう俺行かれて終わりか。5か7分からんけど、5番のプレイヤーが発言します。そうなんですよね。昨日あの俺が3番意味っていうのは、より振動度っていうなんか髪型が不自然だからそれを潰したいっていうのと、あと単純に投票見たら7番は2日目に3番に投票してんじゃん。2番ってあの役目終わってるはずなのよ、2日目で8番を見つけてるからね。3番に投票する意味っていうのは2日目において俺はないと思ってるから、それも不自然だし、あと7から見たときに8と5で迷うってことは自分も投票位置にいないとおかしいと思いますよ。だって、基本的に7から見たときに1で、5はなさそうだね。1が真のとき以外って、うわこれ7か8どっちか。8になっちゃうでしょ。となると1が真じゃないときってあなたも投票位置にいないとおかしいんですよ。わかりますか？なんか不関心になってるのがめっちゃよくわからん。って思ってますね、はい。8がここに来て7にフォーカス向けたのはいいと思いました。はい、8が7にフォーカス向けなかったらもう8どうしてもらおう。いや、3強人だったらうまいで、俺にしろってさ。いやー、むず。普通になんか、まあ、ただ、8が人狼じゃないって言って、1が真になっちゃうんだよな。なんか、7リーパンさん、別になんか、2攻めあったっていうことはないけど、真じゃない感じはめっちゃするんだよな。迷うわ。7いこっかな。いや俺わかんねえ、いや微妙わかんねえ。三振っぽいけど7が黒いからわかんない。そうなんだよ、7は3に投票してんだよ。2、9、7かな。俺でさえ2に行ったんだけど、俺でさえ2と3で 3を、いや、思ってたけど、本当で黒い人っているからね。似てるんだよ、理屈は理解して。どうなんだろう、これ。7番さん、発言が順番が違ったら理由も聞けたんだけどね。理由があったのかな。それになんか三振進行で勝負もしようとしてたもんね。でもちょっと止まってたけど。いやー。5番さんは7に行くか。これはちょっと面白い。8番さんがローだったらもう7に行くね、これね。これ、7が黒じゃないと勝てないね、多分ね。いやー、どうなるんだ、これ7、8のランかな。いやー。初日に行っとけばよかったね、これ。8番のプレイヤーが発言します。あ、本当だね。5番さんに言われて気づいたけど、2番さんに行く場面なのに3番に入れてんだね。あー、そこは気づかんかった。やっぱ27か。5番さん7入れてくれてるし。7だってなんかもう
5、8どっちかっていう進行しか進めてないしね。初日の1音、ローローの視点も変だし。6番さんが8入れてんのか。なんで俺2、8、ローローとか。だって初日からずっと2、俺もう黒塗る準備してたじゃないですか。7番さんは。7番のプレイヤーが発言します。いや、まだあなたは黒塗る準備してるって言ってんだったら俺最初から2疑ってるけどね。で、俺2、3で2、3いた理由は2の方が発言伸びてたし、なんなら、その、まあ2、3って新ロー1だと思ってたから、普通に、まあ3がちょっと、まあ、新3仕様で新取りに行った狼に見えたから俺にあれ3行ったわけよ。まあそれが俺のまあできる限りの展開。うん。で、8、なんか8番さんずっと俺の1周目の1音を追ってる。だったら1周目で言うべきじゃないかなって思ったけど、ね、それで27つなげればいいと思ったけど、8っていうのは27つなげてないし。うん。なんなら8番自分で言ってたからね。28どっちか。28がつながんじゃないのって言ってたけど。まあこれで本当に5番さんがローだったら嫌だよねってなるよね。まあそれぐらいかな。まあ俺本当にセムラップ。むずいむずいむずい。これはむずい。占い師は3が新芽だけど、7、8だったら7が黒い。これは難しい。うわぁ。いやぁ、けど7リーパンさん、死んだらやっぱ発言あんだけ残して、切っちゃダメだよね、さすがに。もうちょっと芯取らないと。しかも、相方っていう発言言ってるし。3はフラグってるしな、1、2、2世っぽいって。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。カビラチア。いや、7番のプレイヤーが発言します。これの俺5のおかえねえか。これの繰り返しマジで。もうなんやねん、もう。5が7、もう8いってほしいんだけど。いや、もう8いってくれって感じですよ、もう。いったからね、もう言いたいことは。しかも3いった理由も言ったし、まあそれで納得できてないんだったら仕方ない。まあ6番納得してくれたか、はたまたね、まあ繋げてくれたのかわかんないけど、ありがとうって感じかな、6番には。ああ、もう8落としてください。まあ5がもうローだったら怖いけど。いや、まあ。ゴーローはないでしょ、もう。まあ、ゴーローはない。もう8しか行かない。もう3周進行するしかない。5番が俺に行った理由はただ3に入れただけってことかな。その場合って5番、3を何で見てんの ?3 進で見てんだったら俺白になるけど。そうそう、7日間戦争。うん。なんで俺行ったのか、ちょっとその理由聞かせてほしいな。俺がもう、視点がなんだっけ変すぎるから。俺の視点が変すぎて、でも3、何 ?1 進進行してんの ?5 番さんはってなるかな。うん。で、まあ、とりあえず、まあ、今回8行ってください。はい。もう8落としましょう。うん。もう、1点目の発言だって、ね、弁解もできないから弱いからな。8捏造してたら皆さん気づいてください。はい。以上。まあ、とりあえずこんなもんです。8番のプレイヤーが発言します。はい、5はもう狼じゃないかな。だって5が狼だった場合って別に投票しなくたっていいんだもんね。昨日の最終6にどっちか殺させて6噛めば終わりだから、やっぱ7か。27。
だね。27ローロ3強1進か。まあこれはもうしょうがねえな。もう5も1進2連って言ったらこれ勝てねえよな。うん、7の黒要素か。他あったっけな、なんか。これやっぱね、占い3しようと芯つられちゃうもほぼきついからね。7の黒要素か。5の村要素も拾えるね。昨日の投票で5、8いけばよかっただけ。だしね。三強陣で俺に資料売ってたらもう、うん、まあ7番さん3残して8行こうともしたしな、まあ、今日は6番さん7番さんに入れてください。5番のプレイヤーが発言します。俺は微妙に7が人狼かなと思ったから7に投票したのに、だから微妙に7の方が人狼だと俺は考えてるのね。でもうあの6、8行きたいんやったら8に投票合わせたら8行きますって、はい、で、まあ6どっちでもいいですって言ったらもう7に投票合わせたいんじゃない。じゃあそういうことで、はい、もう時短しましょう。この紙なしってもうめんどくさいから、もうどっちかんでも別に考察にならないから噛んだよって。はい、じゃあ8に、じゃあ、はい、6が8行くんやったら8に合わせます。はい、終わります。6番のプレイヤーが発言します。マジか。マジか。5番さん引っ張ってよ。俺がこっちに入れるからもうこっち入れろって。いやーね、タイプが違うから分かりづらいんだよね。8番さん、俺がそこにいたらもう一進だよみたいなね、ファッションが出るんだけど、全然それがないからさ、タイプが違うんだよね。でも7番さんの3番さんの投票した理由は理由になってなかったよ。2番さんは8クロ打ってるからもうないんだよ、やること。あ、もう最短で行こうとしたの、まあ、それだったらあれか。それだったらあれか。最短で行こうとしたの。3、8で、あ、2、最短、まあいいか。そうね、2とつながる。3、4、1、4、9。これね、2のあったらね、ごっちょうで。ごめん、7にしよう、7。ごめん、変えてごめん。27。もうごめん、間違ってもいいよね、ごめんね。お、いいよね、いいよね。きた、三強にしたか。一新軸に変えました、6番さん。いやー、わかんない。俺占い師は3が死んだと思うけど、78精査したら7の方が黒いから難しいのよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番。あー、三振だー。まあ、6番さんよく考えてくれた。うん、頑張った。だがしかし、しょうがない、これは。人は過ちを犯す。絶対に行くよね。しょうがない。頑張るな。ごめんな !6 番も5番も。5番が、まあ、確かに5番もローないと思うけど。うん。まあ6番がどうだった場合謝らないけど、うん、まあ8番がね、むしろだった場合申し訳ないけど、いや本当にごめん、本当にごめん。8だ、もう俺がどうだった、あ、8番のクルーさんってあげられないし、まあ、3が今日もあるけどね、自分で繋いでんだもん、まあ、3の今日の8クルーもあるけど、うん、うん、もうこんなもん、うん、以上、じゃあもう時間です。ごめんな、6番もごめんな。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、5はないんじゃない。
2が初日8を黒塗りしたのおかしかったが2、8でしょ。2がなんか2周目8怪しんでたの、あれあれだった、仲間叩いた。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。やったー、はっちゃん、はっちゃんさん、あの黒いって本当ごめんね、ごめん、いやー、ほんとすいません、ほんとすいません、ほんと嬉しい。いやー、もう、すいません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 、もう、ごめんなさいって感じですよ、6万、ごめんね、もう。そうだよ、1が死んだったパン。1死んだの？3死んでしかないよ。そうだよ、1が死んだしかないパン。もう、ごめん、6万。ごめんな。ねえねえ、たくまパン。何？え、怒っとん？いやいや、まあ、ちょっと。2時間近くやってたよね、このゲーム。いや、あの、1、強靭あっても強靭だし、あの、2、3決め打ったのが、初日強くない？だから2行ったんだけど入らなかったよね、うん、1位つうのは間違っとると思うよ。2、3決め打ったのが強いと思うけど、うん、いやでも悔しい、めちゃめちゃ悔しい、悔しい。いやもうなあ、3番はもう3番死ぬしかないもんな。7番の3番投票がおかしいっていうよりさ、そこじゃなくねって思ってたけど、めちゃめちゃ多分あれじゃない、あの7番さんが黒かったから1のシーンを追い始めたんじゃない？ね、そうだよね、だから俺が申し訳ないと思った、うん、いやもうすげえ申し訳ないけど、みんな1シーン切ってんのにまあまあいいお仕事したと思ってるパン、どんまいのパン。あれ、6番さんの、あの3番さんの言ってた理論わかった？潜伏理論。あの3番さんが潜伏した理論を言ったのは納得できた？あれ、俺もやるんだけど、わかんなかった？あ、いまいちわかんない。あれね、まあ、俺が説明すると、あの、霊能者で占いに出る人がいるのよ、少なからず。霊能者で占い師をして、占い師一覚する可能性、やろうとする人がいるから、そうなると、あと、狂人でやる人もいるんよね。狂人で占いに出て、レスラーで逃げる人もいるから、3番さんがあそこで出ちゃうと、あの、逃げさせる行為になっちゃうよね。だから3番さんが潜伏してたら1と2って逃げれないから、あの、それさせないためと、あと、もう一人出てくる可能性あるもんね。それで4周目に出たらめっちゃ締め上がるから。ってことだよね、3番さん。まあ、そうですね。僕がやりたかったのは、その、僕6番さんが言ってたその1番2番が霊能すらするかもしれないっていうのは、だからそれそうなったら4周用も狙えるからっていう言ってたんだよね僕は。ああ、いやまあでも場面で言ったらもう3番なんて真っ白だもんなまあそれを納得できない時人もいるから難しいよね、潜伏って。まあそうですね、バッチリハマれば4番みたいにね、もう3が死ぬしかないみたいな感じになってくれる人もいれば、まあ村にはまんなかったからしょうがないですね。そうだな、俺が安定進行とか言って3番するとか言ったのが悪かったよないややっちまったよ。まあ今の負けたのは正直びっくりしたかないや俺も6だったら8行ってくれっかなって思って。いやこれ4と7入れ替わってたらね、5番さんに任されてひよったいや
その7-8でじゃあ精査つかないんだったら占い精査に戻るべきだったしね、一シーンは追えないでしょ。いやね、これ墓場でさ、俺三が強人なら天才的にうめえなと思ったわ。強人だったらめちゃめちゃ理的なことやってるから。天才な強人だと追ってしまったのよ。そうそう、俺もちょっと少し追った。うん、じゃあ5番も5番で自分の意思を持ってほしかったな。7行くんだったら7って言ってほしかったし。釣りなし、ファミなしでね。まあ、めんどくさいっていうか、もう、わかんないから、早く終わらせたくなるっていうのがわかるから、ね。そう。うん、びっくりしたもん、髪なしの時。俺、絶対に6番噛まれると思って、あ、じゃあ、6番で5番噛まれ、6番か。6番が俺に入れなかったから、6番噛まれると思ったら、そのまま5番に押されて終わるんだろうなと思ったけど。まさかの髪なしだったからな。まあ、盤面っていうか、あれもあるけど、俺があんだけ釣り押されてて、占いしようしたら、めちゃめちゃ理的でしかないから、6番さんに言っておくと。あとあれだよね、3番さん目線めちゃくちゃ1に叩きすぎると透けちゃうもんね。そう、うん、だから、その、潜伏するなら絶対村に怪しまれちゃいけないっていうのもよくわかんなかったから、正直。難しいとこだね。逆にね、すごい人いて、新占い師ってわざと怪しむ動きするのよ。で、人狼か狂人に思われて、人狼の占い師が狂人囲いに新占い師を打つのも見たことあるわ。それうまかった。それめっちゃ新占い強いね、うん、それ。それ、まあ、囲ってもらえたら強いけど、してもらえなかったらちょっと弱いけどね。まあ確かに村からただ怪しまれて、そう怪しまれて占い師をするだけだから、まあそういう人もいたね、過去に。人狼難しいな。もう一個の発言が莫大になるもん。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうも。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。